はい、皆さんこんにちは。アナキン様のスカイウォーカーです。はい、ね、ダース・ベイダーのね、ファンにめった切りにされそうですけどね。スター・ウォーズ・バトル・フロント2、今回からやっていきたいと思います。はい、今回のね、バトル・フロント2はストーリーモードがあるようですね。で、今回はこのストーリーモードをやっていきたいと思います。で、マルチプレイの方もね、やっていこうと思うんで、よかったらぜひ見てください。で、今回のマルチプレイはね、操作できるヒーローが結構増えるみたいなんで、チューバッカとかヨーダとかダースモールなど、ちょっと情報欄に書いてありましたね。アナキン・スカイウォーカーとか使えないのかな。オビワン・ケノービとかね、好きなんですけどね。まあでも楽しみですね。ヨーダ好きですからね。まあね、 FPS に興味なくてもね、そのヒーローたちがね、戦場を駆け回っているのを見るだけでも面白いと思いますんで、よかったら見てください。まあマルチプレイの方は動画アップ少し遅れるかもしれませんけど、この動画の説明欄にそのスターウォーズのマルチプレイに移動できるリンクを作っておきますんで、よかったら見てください。はい、それではスターウォーズバトルフロント2ストーリーモードやっていきましょう。これか。二兵士、程よい難易度の戦場を交えながらということか。うん、じゃあこれでいいかな。OK。これ映画だよね。艦長、相当な人物です。工作に潜入、回収、特殊部隊です。アイデン・ベルシオ、インフェルノ隊。コマンダー・ベルシオン、大物だな。いいか、率直に話そう。取引がしたい。アクセスコードを持っているな。渡せば自由だ。教えてくれ。少し力を貸すだけでいい。君にとって正しい取引だ。時間の問題でしかない。あのドロイドへのハッキングも順調に進んでいる。今なら間に合う。コードを渡せ。助けは来ないぞ。帝国に未来はない。どうかな、帝国を甘く見るな。VZ626、 VZ626、
さて、ID10、タクティカルドロイドか。お前は ID9 よりも新型だな。ハッキングには手こずりそうだ。もう少し優しい扱いはできないものでしょうか。残念だな。アクセスコードがないから無理だ。アクセスコードを探してはいかがでしょうか。キャプテンが官房区画で探してる。それまではこのドロイドのデータにアクセスするには中を開けてメモリコアから抜いてくるしかないんだ。分析によればこの ID10 は電撃棒で制御されているよ。ドロイドを停止させたら手が出せなくなる。アクセスコードを聞かせないとこいつは何もできない。提案は静かに作業させてくれ。わかりました。 ID10 タクティカルユニットの分解が終わるまでは黙っています。ん？動くのか？ショック攻撃三角。おい。ID10がリモートで起動したようです。ドロイド、作戦は分かってるな。コンピューターの設計図を手に入れ、私の元に来い。ああ、さっきの女の人のとこに行くのか？コマンダーの居場所を調べる。直ちに援軍を送ってください。伝えることができればお伝えするのに。これはなんだ？あなた方のことは好きになれませんね。少しも。やめてください。それはいけません。開いた。マルで続ける。回路図を入手したら換気口を使って私に合流しろ。換気口。ちょっと待って、これ上昇とかどうすんの？こんなのマルチプレイにいたような気するぞ。これ上昇？急げドロイド。うん、わかった。換気口はどこだ？あれ、換気口どこだ？地図ってどうすんだ？ちょっと、換気口上か。あ、こだ。わかったぜ。四角。どうすればいいの？普通に行ってもいいのか？ちょっと待て。なんかステルスゲームみたいになってるけど。ああ、ここで隠れながら。あいつらどっか行くの待つのか、それとも撃てるのか。これ撃てないね。これで歴史に名を残すな。もうすぐエンドは。まあ、上行ってみよう。銀河中に知られることになる。ゆっくりと。よし、こっちだ。で。なんだこれ。これを避けるんだな。よし、これで四角。で、ここで
あいつらの後ろを取って。了解。デススターのエンドア攻撃に関する情報は全部手に入れたいからな。ステルス、反乱軍に気づかれそうになると感知メーターが表示される。はいはい。メーターが最大になると敵は隣接体制に入る。わかった。ステルスか。何人だ。まずこいつ行けるか。行ってくれ。行けないの。ちょっと待て。どこ行けばいいの。ショックは三角だったよね。あいつらどうすんの。官房の外に反乱軍がたくさんいる。他のルートを探せ。他のルートを探せ。マジかよ。こっちか。おい、開けてくれ。開かないぞ。こっちか。で、三角でショック。いけた。で、アクション。え？アクションどうすんの？アクションはあれなんだ。三角。どこ？やっぱ30メートルなってるね。あの道しかないんじゃないの。待て、これ下がってこれに隠れて。上上がるのどうすんだろう。これでどうすればいいんだ。あそこか。あそこだよ。頼む、行ってくれ。 OK。 戦闘中心を放置した次は特殊部隊の兵士を捕らえる。新しいで、あいつらだな。あいつらは上を伝っていけばゆっくりとね。で、こっちか。すぐに帝国は過去の歴史になる。レイヤーに新しい言語を。はい、 OK。 そんなじゃ OK。 よし、スキャン。 L1R1 でスキャンを使用する。高度なスキャン技術により。読めない。 L1R1 やればいいの。同時か。はあ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 。敵がいますよっていうことか。わかった。これ倒せないから、まあ、隠れていくしかないんでしょ。ロックダウンだ。船の端末を使って解除しろ。船の端末。終わったら報告しろ。どんな感じだ。やっぱりパワータピングがやってる。隠れろ。
これ見にくいな。 OK 30m。 あ、ここか。これを周りちょっと見渡しにくいよ。上行ってくれ。あそこだね。よし、これでここ大丈夫なの？あいつはショックか。ショックで、こっちか。え、こっちなんか感電しないか。ちょっと上か。もしかしてこの上か。もっとエリアに戻る。はい、こっちなのか。ここ行ってみよう。 いけねえ。へえ、わかんねえ。あの撃てないしね。逃げるだけか。あ、ここなんか下行けるのか。下行けんのか。へえ、わかんなかった。上か。よっしゃ。あ、もう死にそうだぞ。13しかないぞ、ね、FPS 下手なんでね、ごめんなさいね。で、あのマルチプレイ見てくれっていうのはずうずうしいこと言ってますけど。近く。しゃがむ、マル。音を立てずに。盗まれた帝国の通信を消去したら、脱出のために連絡を入れる。で、何をすればいいんだ。死角だ。おい、ここまでだ。なんだ。エンドアが来るからお前は閉じ込めて。なんだ。お、テイクダウンか。R さん？座って黙っている。あれ早いな、あの消えちゃうの。R3 でテイクダウンか。あいつどっち向いてんだ。ちょっと待って。スキャンできるの？まだできないか。あいつあっち向いてるよね。テイクダウン。スパッとテイクダウン。ドロイドショック。ショックは敵やピークルを無力化することが可能。敵にダメージを与えたり、ヘッドショットやステルステイクダウンを決めるとゲージが増加する。ショックゲージが増加するのか。わかった。ショックゲージ増加してるからドロイドショック。しびれさせて。行くのだ。ビルッと行け。オッケー。これでテイクダウンとか、ヘッドショット。そもそも我々自身がルールに反しています。本来ならその船ごと爆破すべきだ。無駄に疑念を抱かせる。ここは賢く立ち回る。了解。武器か。ヘッドショットとかテイクダウン決めてったらドロイドのなんだ、ショックできますよ。ダメージがね。あ、増えた。まあ、半分なんだぞ。インビジブルフェイスに次ぐ。すでにしゃがむんだ。ガラン政権に同盟艦を集める信号には気づいているはずだ。これは帝国軍の目をサラストからそらすための罠だ。我々はエンドへの攻撃に向け、ルークたちと同じ宇宙服だ。
反乱軍、反乱軍で、ここ主人公は帝国軍なんですね。要するにダース・ベイダーとかそういう人たちの。そのためにも反乱軍に解読される前にあの通信を消去しなければならない。ちょっと回収して。あれ？マルカ。あれ？ほい。回収するんだ。まあ、こう長押しか。視点の切り替え。十字キー下で長押しで一人称と、はいはい、これね。これと、これね。わかった。ちょっとこれ、目酔いするかもしれないけどね、こう、なんかね、こっちよりも、こっち、どうしようかな。こっちの方、見やすいかな、皆さんね。これでやるよりも。もし、これで行こう。やればいいのか。やればいいのか。ちょ待て。ヘッドショット。おい、そうです。今死んだ？あっこ行くんだよね。こっち構えてるけど。やらない方がよかったのか。乱戦すればいいのか。はい、俺のシールドは。ちょっと待て。で、こっちか。こっちだね。あ、ここになんか嫌がる。あいつら倒してった方がいいのかね。なんかポイントとか、うわ、なんか来てる、なんか来てる。ショック行け。エージェントハスク、通信センターに着いた。通信の消去で警報が鳴る。回収の準備を。了解。どうするというの、言うのだ。ちょっと待て。なんか うんこ漏らしそうな、こう、歩き方してますけど。ドロイド、ハックしよう。おい、開けるんだ。後ろにいるかもしれねえぞ。うまい。後ろに、ちょっと待って。後ろにこいつか、こいつか。しゃがむんだ。待て、ショック行け。俺はこっち行く。やめなさい。はい、アクション長押し。捜索開始になった。いいか。準備を開始します。ブラスターを手に入れ、脱出地点に向かう。やっぱボスみたいなあんのかな。武器を取り戻す？四角で読めない。あっちか。これか。武器取り戻す。よし。向かってる。オッケー。これで、はいはい、アンロックね。これでこっち行けばいいんだね。あれ、どこでしょう。おいおい、そうです。おい、やるのじゃ。ビリッとやるのじゃ。
で、こっちか。あいつ敵？こいつ敵だな。そうです。いや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 、ちょっと待て、ちょっと待て、なんだ四角って、四角って何？あら、壁に当たってるんだ。いくぜ。スキャン、あ、ここか。やる、やってこい。あれ、ちょっと待って、やってこい、やってこい、やってこい。よし、行くぜ。あ、いて、いて、後ろにいる。ちょ、待って、やめて。閉めれないの？え？読まなかった。何したの今。こっち違うね、下だ。あ、ここに階段あるじゃないか。の乗り越えれんのこれ。無理だ。走るとき、あ、走れんだ、ね、走れるんだね。当たり前ですけど、まだ教えてもらってないだけで、まあ操作的には普通の FPS とかと一緒なんじゃないかな。よし、こっちだな。やるんだ。え、どこ、え、ちょっと待て、何、ドアパネル、コントロールパネルを打てばドアを、あー、はー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 、開閉できる。うーわ、お前言い過ぎだろ。やれ、オッケー。で、これ連射できるのか。あ、連射できるんだ。よし、よし、なんかいるぞ。何がいるんだ。ちょ待って、え、何したの今。何なったのか分かんない。なんか悪いことしたのか俺。ビリッとやってこい。どこだ。何今、何、じゃあビーム切れたの、ビームのエネルギー切れたのか。あれ、行くべき場所はここでいいの、ここでいいのか。入ってる、ちょ、ビーム来てた。
ビリッとやれ、ビリッといけ。ビーム切れてるんだよ。これ武器切り替えどうすんの。武器違う、武器切り替え分かんないな。こっち、こっちは何もない。そっちだね。はいはい、ちょっと、はい、あれ、何したんだ。おいおい、あれ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 、ここ撃てばいいの。閉めるときどうすんの。閉まんねえや。こいつら避けるぞ。当たり前ですけどね。上か。まあいい、行きましょう。横か。こうパック、あーやめて、ビリッといって、ドロイド敵を止めろ。アップ長いね。え、おい、どうすんのこれ、どうすんの、どうすんの。ちょ待て、ちょ待て、ちょ待て、ちょっと待って。ちょちょちょ、いてててやって、こっち、あ、いけた。これ四角なんでしょうね。あ、強え、旗。よし、着いた。了解コマンダー、これより回収します。無事だ。お前の昇進は見送りだな。ああ、残念です。またの機会に。エージェントミーコ、あのジャンプは見事なものだった。よかったです。着陸はどうでした。まだマシだ、ジャベスに比べればな。悪夢でした。提督に連絡を。はい、コマンダー。メッセージは。艦隊の位置は漏れていない。今日で反乱軍は滅びる。スターウォーズバトルフロント2、行くぜ。しばらく後、エンドア。
フェルノ隊をすぐに。コマンダーベルシオ、反乱軍の回収チームが到着しました。ですが実行犯はすでに去っています。 S スターのシールドジェネレーターはどうなっている？ひどくやられました。復帰させる方法はなさそうです。デススターは無防備なままか。反乱軍を片付けコロウスに戻れ。皇帝陛下の計画に失敗は許されない。了解です。アスク行くぞ。ミーコはここから援護を頼む。前方にターゲットだ。ついてこい。了解コマンダー。状況はどうなってる？時間がかかりそうだとソロ将軍に報告だ。修復できそうならやってみるがダメージが深そうだ。はい、それでは今回はここまでにしときます。はい、デススターのとこにいる反乱軍を今から排除しに行くんですね。あれ、お前か。わけわからないな、お前。なんだこれ、何これ。はい、それではね、また次回お会いしましょう。また見てね。バイバイ。